知らねえんだよな。お前らずっと待っとけ。見てやれ。虚空見つめてるからな。いや、まず人間をね、その血液型4つで分類しようっていう発想が愚かだと思ってる、正直。対応するか。全然記憶にないけど、こんな感じだったっけ？前世の俺は、どんな感じでこれ営業してたんだ。なんかえらいことになってるな。強盗にでも入られた。いや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 、そんな、そうだと、あ、そう、そうだ、そうだだけにね。そうだったわ。これ、新しいのすれば、解放したんだったな。忘れてたわ。闇営業とか言わないでほしいね。まあ、電気代の節約ですよ。嫌だな。すごいして。いや、めちゃくちゃいいだろうがよ。なんなんだ、一体。効率よく経営することが一番大事でしょ。このゲーム、段ボールあった方が効率いいんだよ。つか、段ボールないと、経営できねえわ。いや、これ、人雇えるようになるまで大変だよね。レベル15だっけ。そこまでの間がマジで大変なんだよな。まあ、人が雇った後どうなるのかも知らないけどね。まるでやったことあるみたいな言い方したけど、やったことないかな。いや、シミュレーション系のゲームはね、あれですよ。汚い方が強いから。実を言うと。見栄えとか関係ないんですよ。客なんていいんですよ、このゲーム待たしときゃ。知らねえんだよな。お前らずっと待っとけ。おやしいじくらいさん、35ヶ月目のサブスクライブ継続ありがとうございます。なんか最近ツイッチのコメントがなんかね、バグるんだよな。アラートで見れるか。なんかね、折りたたまれたりね、出なかったりするときがあるんですよね。どっから見れるんだ。変なこんにちは。店内が汚いです。すげえ頑張って読んだコメントが悲しい気持ちになるコメントだった。ホワイトいるよ。いや、今、2オペで頑張ってるんですよ。ついに1オペから卒業したんだけどね。店長の方働いてるからな。バイトくんだってさ、品出ししてくれないからね。暇な時に。見てやれ。虚空見つめてるからな。働けよな、お前。僕は、レジ打ちしかしませんって顔してる。アルバイトで一番、あれだよね。真っ先にクビになるやつ。こうやって店長が働くことによって、わかります？育たないんですよ、下が。下が育たないの。うるせえ、いらねえんだよな。そんなゴミみてえなのいらねえんだよ。お客様に床に落とした卵をじゃあ食わせるってのか？あ？なあ、衛生的な観点から、そんなものは売れないです。申し訳ないですけど。あと、段ボール重ねて捨てたくない？これなんか一気に捨てられないのマジで腹立つんだけど。お客さんが生産を待ってる。右のレジ使えや。なんなんだこの客はよ。右使えや。空いてんだろうがよ。どう見たって。カルディめっちゃあれだよ。なんか、コーヒー。コーヒー豆の相談とか乗ってくれる、なんかカルディとかあるよね。いや、教えてくれるんだよ。なんか、このコーヒーはなんとかで、みたいな。なんだっけ、ああいうの、バティストだっけ？なんかバティストがなんかいるらしい。あいつらが待ってんでしょ。教えてくれるんだよね。ああ、そうそうそう。バリスタだ。これでね、ようやくね、あれなんですよ。在庫棚が活かせるんで、こっから始まるんですよね。俺のスーパー経営は。いつまで立ってる人？これはね、新しいバイトくんじゃないかな、多分。目、血は知ってるな。今日働くのが楽しみだったんだろう。いや、ちょっと棚いっぱい置きたいな、まだ。まだこれ、伸びしろありますね。開けるぞ、店。おい。まあ、金貯まったら、ちょっとまた棚すかね。いや、働けよ、お前。え？全然客も来ねえじゃん。なんだこれ。終わったこの店。そりゃバイト楽だろうな。逆にでも辛くない？何もしないのって辛くない？バイトで、暇な時とか。アルバイトしてる時さ、ある程度働いてた方が、なんか、え、そっち行くの？空いてんのに。ある程度動いてた方が辛くないんだけど。俺はそうだったな。そう、程よく忙しいのがいいよね。俺ひたすらあれだったよ。あのパッキングとか、梱包とかさ、してたんだけど、ハンズとかで。気が狂うぐらいまでずっと聴かされ続けてた、同じ曲。なんかメリーメリークリスマスみたいな曲。マジ頭おかしくなるかと思った。並ばすときゃいいんだって。ディズニーランドとかもそうじゃんだって。みんな並ぶっしょ、だって。5時間待ちでも並ぶっしょ、ディズニーランド。それと同じよ。ねえ、それと同じよ、やってることは。これディズニー商法って言うんだよね、こういうのね。トイストーリーのやつとかさ、なんか5時間6時間待ちって昔ニュースになってなかった。
出た時並ぶ人は並ぶんだよ。それでも俺は並ばないよ。ちなみに、あ、俺はでもラーメン屋だったら並ぶけどね。ちなみにちなラーメン屋だったら並びます。でもアトラクションとかだったらもうあれだよ、速攻帰るよ。もう並んでる人たちね、ボーリングのピンにして帰るわ。こいつらでボーリングしてって思うもんね、見てると。行列って繁盛してるように見えるから、そういうことなんだよ。いいことなんだよ。いや、そういうことなんだよね。これがやっぱり商売ってことなんだよね。店開ける前は微塵も手伝ってくれないから、収容時間じゃないんで僕は手伝いませんよって言ってるバイトくんみたいな、使えないバイトくんだな。いいねいいね、リソッカー雇うとマジでいいな。自動化できてる感があってすごくいいですね。やっぱりこの手のゲームはこの自動化を見るのがいいよな。パルワールドみたいなもんじゃん実質。ゲッティもあれだな、移住させたいな。ゲッティ移住化計画。ゴミは外に放置よ。ゲッティ欲しいな。おい、なんでお前そこに配置してんだ。おい、その箱捨てる、この無能がよ。ちょっと指示してないこと勝手にやってもらうと困るんだよね、バイトくん。あるよな、指示してないことを勝手にやるな派と、指示しないでも勝手にやれ派な。俺 A 型だよ。どっからどう見ても A 型だろ、この陳列見たら。いや、まず人間をね、その血液型4つで分類しようっていう発想が愚かだと思ってる、正直。人類って愚かだよね。人間を4パターンに分けようなんて考えてるのが愚か、すでに。やっぱ滅ぼすべきなんだよね。まあ、日本今、すごいもんな。分布偏りすぎてるもんな。高齢化社会ですよ。今まで支えてきてくれた人たちがね、働けなくなって、超カオスだもんな。なんか今だから、あれだよね、90歳とかまで働くみたいな、ね、システムもあるんでしょう。タクシーの運転手とかも結構90近くぐらいまで働いてる人多かったけど、それはさすがにやっぱやめようってなってるらしいね。個人のタクシー屋さんだとなんかもう無理なんでしょう。急になんかそのね、個人はその年齢まで働けませんってなったら、じゃあどうやってこれから暮らしていくんだみたいになってる人も多いしな。なんかすげえ社会問題みたいな、なんか高尚な配信っぽくなってきた。すげえ社会派な配信者、社会派な配信者、ツイッチから配信止められそう。